こんにちは。今日はオフィスを借りないデメリットということでお話ししようかなと思います。まあ、私はオフィスを借りてなくて、まあ、自宅、ここも自宅なんですけど、自宅で仕事をしています。まあ、自宅プラスアルファです。自宅プラスどこでも仕事するみたいな感じにしていて、決まったオフィスっていうのを持ってないんですよ。そうするとデメリットもあるわけで、じゃあそれがどういうものか、効率化上どう影響しているかっていうところもあります。あお話しようかと思います。 で一般的に言われるデメリットとしてオフィスがないと、じゃあオンとオフの区別ができないと。区切り、そこのメリハリがつかないっていうのがあるかと思うんですけども、まあ、それは私全く考えて、感じてないんですよ。オンとオフって別に切り替えられるんで、だから切り替えられるように、やはり練習しないと無理ですよね。なかなか簡単ではないんで、簡単ではないので、 それを練習して身につけるかどうかです。で、そういうことをオフィスを借りてしまうとできないわけじゃないですか。借りてしまうと <laughs>、そ、そこに行ってしまうんで。まあそうじゃなく、借りないでそれを練習してみるっていうのもいいんじゃないかなとか思いますよね。瞬時にどうやって切り替えればいいかとか。で、それで私がやってる工夫としては、まあ何、なお、あの、 日常の中で仕事をいかにさっとできるかどうかですね。だから妻と娘がうちいるわけなんですけども、じゃあそこでじゃあパソコン開けばすぐオンになると仕事になるっていうモードにできるかどうかですよね。これできないって理由はないんじゃないかなと思いますよね。ちょっと気が散るから黙っててみたいな感じにはならないですからね。で 例外として、一応私が工夫してるのは電話使わないっていうの。まあそれは工夫してるというより、嫌いだからいや使わないんですけど、電話を使うと妻と娘がいる前でちょっと喋りにくいですよね。まあ別に、その、まずいこと喋るわけじゃないですけど、機密情報とかもあるわけじゃないですか。でお,でお客様対応だとつ、ね、家族に見せるよりも、ちょっと柔らかくなるわけですよね。 <laughs> 何それってなっちゃいますよね。な,な,っ,ちなっちゃうかどうかですけども、まあ、そんな柔らかい声で外で喋ってんのみたいな感じになったりとかしますよね。まあ、逆もあるかもしれませんよね。お客様に何でそんなに祝ってんのって言われる方もいらっしゃるかもしれませんし、まあ、何かとちょっと決ま,りが決まりが悪いと言いますか、やりにくいというところあるかなと思うんですよ。で、その家族の声が入っちゃうとあれなんで、ちょっと今黙っててみたいな感じ、電話が鳴ったら黙っててみたいな感じで、 まあお互い窮屈な思いしますよね。だから電話をなくすっていうことで別にそのオンとオフの切り替えっていうのはできるようにはしてはいます。逆にですね。電話がかかってくると強制的にオンに切り替わるわけなんですけどもでもメールやチャットだったらそのオンに切り替えるタイミングを選べるわけです。で、そう,そうするとこのオンオフの切り替えに別に困らないと。 で、ズームはどうかってなると、ズームはこの部屋でやってますんで、この部屋はもう別の部屋ではありますんで、ズーム、o u t u b e オンラインセミナーなんかはここでやるようにしています。で、娘が帰ってきたなーってわかる時もあるんですけども、まあ、その間は終わるまではここから出ていかないと。で、ここに入ったら、こういうズームなりオンラインセミナーなり、YouTube やってるんだよっていうことで、わかりやすくはしてはいます。だからそういう間取りの部屋を、 引っ越すと言いつつコロナ前は全然ここ使ってなかったんですけど Zoom もそんなになかったし YouTube もやってなかったしオンラインセミナーもやらずに実際に会場でやるセミナーだけだったんで,でもその後に切り替えてこんな感じで使うようにはなってます大掃除をしてこういう棚とかを揃えてみたいなそんな感じにはしました、ね、だからそこは一般的に言われるデメリットとしては全く私は考えてないです じゃあそのオンとオフを切り替えるために月額いくらかの、まあ、東京だったら10万円くらいするわけじゃないですか。まあ6万ぐらいでも借りれなくはないですけどね。そこで、まあ、家の近くで歩いていけるんだったらいいんですけど、まあ、ちょっと遠くまで行かなきゃいけないとか、その往復の時間とかも考えたりすると、そっちの方がちょっと非効率かなと私は思います。で 理想としては、この同じマンションの中にもう一つ仕事部屋があるといいんですけども、まあ、それはそれでお金結構かかったりはしますんで、まだ、まだまだと言いますか、それをやるつもりはなかったりはしますね。一般的なデメリットだとそういうところですかね。で、じゃあお客様がお越しいただいたらどう,どうなるかっていう話なんですけども、まあ、別にここにお客様をお呼びするわけではないので、お客様と、 打ち合わせなりコンサルティングをさせていただくときには、まあ、カフェを使ったり、まあ、静かめのカフェを使ったりですとか、まあ、あとは会議室を取ったりですとかそういうことをしてますんでまあ困らない人ら困らないですよねでそれを別にオフィスがないから嫌だって思う、ね、そういうそう思われてしまったらもうそこまでですんでもうちゃんともうそこには書いてますんで平日日中はこの辺のカフェでやりますよみたいな感じで。 やってはいますんで、まあ、そこをどう割り切るかではありますよ、ね、じゃあオフ,ィスオフィスがあるからといって仕事が増えるかどうかで効率が良くなるかどうかっていうところではありますよねもちろんその話す内容っていうのはその外に漏れない方が漏れてはいけないわけなんでだからそのどこでやるかっていうのは選んではいますね無限にここで <laughs> じゃあ例えばマクドナルドなんかでやるっていうことはないです まあそのあたりのデメリットですかね。で、じゃあ人を雇ったらどうなるかって。人を、オフィス借りてないと人を雇えないじゃないかって話になると、まあ、別に雇わないからいいっていう話にはなるんです。で、そう考えると、オフィスを借りないデメリット私が何か感じてるかっていうと、まあ、ないって言ったらないですかね。じゃ一人になる時間が欲しいとかっていうのはあるかもしれませんけど、まあそれだったらどっかカフェに行けばいいし、 別にいつでも一人にはなれるんですよ。で平日日中は一人じゃないですか。で、まあ、もしその一日家族がいてっていう状況であればまたちょっと別かもしれませんけども、まあ、そういうんであれば私はまあスタバ行ったりどっか行ったりとかしてますかね。まあ、現に妻がテレワークの時は外にいることが多かったりしますしまあいる時、一緒にいる時もありますけども、 まあちょっと外行こうかなと自分が行けるんだったら行けばいいなと思ってるんでそれもデメリットには感じてないですかねただまあ一つそのオフィスを借りないデメリットっていうことで言うと、あのー、じゃあそこでセミナーをやったりとかできるっていうのはメリットありますで実際そういう形でセミナールームとして、まあ、テーブルを4つと 8人座っていただけるようにしていて、8人座っていただけるようにして、セミナールームとして借りていたという時がありました。それはそれで、まあ、結構便利ではあったんですよ。まあ、毎回セミナーの予約しなくてもいいし、もしお申し込みの方がゼロだったら、もうセミナーとすぐ取りやめればいいしみたいなのはあります。 で自分好みにそこを作り変えられると、だからプロジェクターなんかもそこにずっと置いておいてで、そうするとセッティングも楽じゃないですか。プロジェクターを忘れるとか、まあ、持ち運ぶとかっていうのもしなくていいっていうのがあってそ、それがちょっとできないっていうのは、まあ、デメリットといえばデメリットかなというのはあります。で今だったらその撮影の仕事もしているんで、撮影の場所としてそのスタジオなんかがあったらいいなと思ってはいます。 まあそうすると、そこで、そこに全部置いとけるわけですよね。まあ、ライトなんかも置いておけるし、ストロボなんかも置いておけるし、まあ、機材なんかも、まあ、カメラは他でも使うんで、そこにずっと置いておくわけにはいかないですけども、撮影機材はそこに置いておいて、来ていただいてって感じにはできますよね。で、その背景に、この布とかを置くっていうのも、そこにずっと置いておけたりもするんで、 現状どうしてるかっていうと、まあ外でご希望の方は外で撮ってますし、ご希望の場所があったらそこに伺ってたりもしますし、室内がいいんでしたら、まあその時に部屋を借りてます。なんかそんな感じでできたりはするんで、じゃあまあずっとそれをね、ず,ずっとそこに借りておく意味っていうのも、まあそんなにないかなと。あったら便利なんですけど、だから月々5000円とかだったらいいと思うんですよ。オフィスを借りるように。 でもなかなかそうはいかないじゃないですか。結構かかってしまうんで。まあデメリットといえば、まあデメリットがそこですかね。で、一般的なデメリットとして、じゃあオフィスがないってことになると、へ自宅でやってんですかってなると、まあ何か儲かってないとかですね、成功してないとかダメだみたいに思われるか,かもなっていうのってあるかもしれないんですよ。まあ私はもうそういうのも全部捨ててますから、それでダメだと思われたらもうしょうがないんだよ。 まあどっちに人も雇ってないし、一人でやってるし、まあ、オフィスも借りれてないし、みたいな。まあ、そこで判断される方はもうお客様ではないかなと思っておりますんで、そこまで追い求めないと。じゃあどこの立地でどういうオフィスでやって。でも今オフィスでその立派なじゃあ銀座の住所があったとしても、じゃあバーチャルオフィスだよねっていうところってあるわけじゃないですか。まあ、そういうなんか借りめの、あのー、なんか、借り、あれ 借りめのブランディングでいいのかどうかって話ですよね。そこはデメリットに感じる必要はないんじゃないかなと,、まあ、と。今は私は言ってますけども、独立当初にオフィスを借りたわけですよ。まあ、中,途中途半端に秋葉原の近くに借りて、まあ、月額10万円で借りたわけですよね、それこそ。まあ、でもそれは今言ったようなデメリットを考えてたからなんですよ。 オンとオフの切り替えが欲しいなとかお客様呼ぶ時どうしよう人を雇う時どうしようで儲かってないと思われたらどうしようダメだと思われたらどうしようとでもそこを借りてたとしてもまあその上には上がいるわけじゃないですかまあ秋葉原で住所は千代田区だったわけなんですけどもなんか別にその千代田区だからといってお申し込みがあるわけでもないしでもっとじゃあね銀座とか東京,東京とかまあもっと言うと新,新宿とかですね そういういいにネーームバリューがああるるとこって山ほどあるわけじゃないですかで。もっと言うとその私はマンションをの一室を借りてたんで,でマ,ンショマンションタイプの方がまあ敷金税金が安かったり保証金が安かったり退去する前の縛りが緩かったりするわけなんですけどもじゃあそこに借りていたらな、ま まだマンションですかって言われたこともあったりして、まあ、それはお客様というよりも、なんか同業から言われるわけなんですけど、ちゃんとしたオフィスちゃんと借りないとねとか、なんかそんな話になるわけですよね。こう、立派なビルのテナントに入んないとね、みたいな。だから上には上があるわけなんで、まあ、別にそこで争ってもしょうがないわけですよ。で、狭いとかって言われた時もありましたし、まあ、こう、見渡す、見渡すか、見渡す、見渡すほどもないぐらいですよね。 6畳一間なわけなんで、狭いですねって言われたこともあるし、<laughs> こ,のこの奥にも部屋があるんですかとか言われたりとか、まあなんか、そういうのもあるんで、もうそういうのを求める方はもっと求めるわけなんで、もう別に全部捨てちゃえばいいんじゃないかなと、そうするとオフィスを借りないデメリットっていうのは、まあ最も難しい、難しい、まあ難しいですよね、簡単ではないのは、そのオン・オフの切り替えですかね。 自宅だと遊び道具もいっぱいあるわけじゃないですか。ゲームもできたり。まあ今やパソコンでゲームできたりはしますからね。で、ベッドもあったりもして、そこで寝てしまうかもとか、なんかいろいろあるわけなんですけど、まあそこはうまく自分を律しつつ、まあ私は、まあ日々のタスク管理、今日何をやるってピシッと決めるっていうのと、その自宅以外の場所も使うと。まあカフェで仕事したりとか、まあたまにコワーキングスペース、 時間,が時間で借りたりとか、まあ、そんなこともしながらやってると。それで切り替えられるようにはしてはいます。で、こう言えるのも、オフィスを借りたことがあるからではあるんですよね。その独立当初と、まあ、あとは2013年か、独立当初の2007年から借りてたこともありますし、2013年から借りてたこともあります。で、コワーキングスペース、いわゆるコワーキングスペースっていうのも借りてたりするんですけど、 そこを借りてたとしても、オンオフの切り替えって結構大事なんですよ、一人だったら。<laughs> そこに行くと誰もいないんで、寝ようと思ったら寝れるし、ぼーっとしてようと思ったらぼーっとしてられるんで、まあ、なんか、オフィスがあるから仕事がはかどるってわけでもないんですよね。じゃあ、そうすると、そのオフィスを持っているデメリットっていうのも出てくるんで、あるんで、お金がかかるとか、時間がかかるとかですね。で、ネット、ネットの、その、 通信回線代も2倍ですよね。ネット代も2倍だし、水道。まあ、水道はともかく、電気代なんかも2倍ですよね。なんかそういうことも考えると、まあ、あながちメリットばかりではないかなっていうのはありますよね。まあ、世間体も別にね、気にしなければいいしみたいなでぜ。ぜひオフィスに伺いたいんですって言われたら、もし言っていただいたら、 まあうち自宅なんでって、自宅なんでって終わりじゃないですか。まあ家,家に行きたいって感じではないと思いますんで。まあそれでいいと思うんですよね。そこを取り繕って、じゃあ実はバーチャルオフィスなんですよって、バーチャルオフィスの会議室があるんでっていうのもどうかっていうところもありますよね。それは自宅と一緒じゃないですか。そういうのも考えると。なんか、その、もろもろ考えると、まあ別に、 必須ではななないいんんじゃないかなと1人でですするんだったらですねで今は私が独立した時2007年よりもそのオフィスがないと自宅で仕事やってますっていうことが、まあ、別に珍しくなくなってますよねそうするとオフィスを借りないデメリットっていうのはもうだいぶないかなってところはありますあとは己のその音楽の切り替え集中力次第っていうところでありますのでそこは鍛えていただいてまあその 例えば、どっかにオフィスを借りるのに月10万かかるとしたら、月10万円浮くと考えればいいわけですよね。自分自らがその集中力なり、オンオフの切り替えを身につければ、月10万円、こう、中長期的に浮くわけですよ。そう考えると、なんか、それを身につける価値っていうのはあるんじゃないかなと思いますよね。それをやるだけで浮くんであれば。で、時間、も間違いなく時間も浮くし、お金も浮くしっていうところで、あ、そういう。 そう考えて、まあ。まあ、効率化のスキルってすべからくそうですよね。時間もお金も浮くわけなんで、自分でできれば外注しなくていいし、何かあの特別なソフトを買わなくていいっていうこともあるわけじゃないですか。そうするとお金も浮きますよね。もちろん時間も浮きますし、まね、そう考えて効率化スキルを身につけていただいて、そのスキル身につけるといくら浮く。<laughs> そのスキルを身につけると、まあ、数十万円浮くと、まあ、もっと。 半永久的にそれが浮くと考えたら、まあ、数百万円、特に1000万円、一つのスキルにつき浮くわけですよね。私、この YouTube は、まあ、これ、じゃあ YouTube 外注視すれば、もっと多くの方に見ていただけるかもしれませんよ。でも、自分が納得できるものかどうかというのはまた別じゃないですか。だから、自分で編集し、撮って、自分で編集して、自分でアップしてると。 でこれ、1動画につき、これ、私、毎日やってますんで、それを毎日誰かに頼んでいたらいくらかかるか、いくら手間がかかるか、でそして、ストレスが、<laughs> 多少なるともストレスはありますよね、ストレスはあったりもするんで、まあ、そう考えた時に、じゃあ、それが YouTube の、まあ、このチャンネルが、このもっとご覧いただけるようになった収入と、ペイできるかどうかってところですよね。 そしたら自分でやった方が早いっていうのはありますよね。だからどっかでそういうスキルを身につけた方がいいんじゃないかなっていうのはあります。だから効率化スキルを身につければつけるほど時間とお金が浮くと。まあそう考えてみていただくといいかなと。このオフィス代もそうではあります。まあ、人件費もそうですよね。まあそうやってお金を動かしていって、まあそれをまあ自分が使いたいところに使っていくというところであります。まあ今日はちょっとオフィスについてちょっとお話しさせます。 いただきました。これで終わらせていただきます。ありがとうございました。